こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は広報室蘭11月号が先ほど届きました。これからちょっと近隣に配りたいと思います。広報室蘭ね、先ほど届きまして、私がちょっとこの近隣ですね、この店舗の近隣をちょっと、7、8件ですけど配りますので、今回はですね、イベントがやっぱりね、コロナの関係でほとんどこう、中止になったとかありますので、内容的にはあんまり何ですかね、市議会のなんかその質問のこととか、そういうことが、あとゴミの関係ですね、ゴミの分別がちょっと来年4月からちょっと変わるということと、あともう一つですね、室蘭市のですね、公式LINE アカウントですね、これができました。これ私もさっき登録しましてですね、もうこういういろんな室蘭市のホームページも全部飛ぶんですね、これね、非常に便利ですね。いろんな情報、ゴミのことも全部こういうふうに、これはホームページですね、こういういろんなオンラインサービスのこととか全てスマホ一つでこう全部見れるという、そういうちょっと便利なまたこのありますので、こういうのはぜひね、スマホ持ってる方活用していただければ、いち早くいろんな情報がこう入ってきますのでね、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。